見て、シンデレラ城。まこさんだけ家の近くに帰って。あれ、あれ、あれ。こんにちは、ろこです。まこです。です。はい、ということで今回はまこあこ誕生日ディズニーに参りました。はい、誕生日ですが朝から雨が降りました。日頃の雨が来ない。はい、今回の企画は喧嘩ばかりの3姉妹は仲良しミッションで絆が深まるのか、ディズニーランドで一日絆生活やってみたー。朝からじゃめちゃかかっちゃったということで一日ディズニーのミッションを通して絆を深めていただこうと思います。ディズニーを一周回りながら日頃を送ってもらってますます進んでいただきたいと思います。最終的にこのミッション生活で通してゲットできたお金を3人で最後買い放題できるという企画になります。全然喜んでます。レッツゴー。ではシンデレラ城からスタートです。はい、ルーレットは1から5までです。はい、1人1人がルーレットを回すわけじゃなくて、はい、3人1組でルーレットを回してください。3人仲良く買い物ができます。OK ですね。各エリアで皆さん自撮りで3人セットでカメラの写真を撮っててください。撮った枚数を最後数えて1枚100円に返させていただきます。おお、ただ同じような背景で撮っちゃダメです。じゃあこれ撮ります。まずはい、はい、キャリーン。おいはいキャリーン。はい、こっち。OK、 今3枚、300円。はい、2枚目ですね。このまあ映るんですで写真を撮れってやつは映るんですじゃなくて大丈夫ですね、カメラで。じゃあサイコロ回していきますけど、3人で毎回1人なんで誰が回すかですね。1個目これさ、3人いるんだよ。これはナイティだよ。はい、4ですね。1000円ゲットです。ということで今皆さん正直8000円です。はい、いきます。4、マップか携帯をプレゼントです。じゃあマッププレゼントします。はい、マップです。携帯持ってるから大丈夫。はい、スタッフパシリもポップコーンも過ぎました。はい、はい、過ぎました。1ドリンクかける3です。はい、飲み物。じゃあこの飲み物とかもこの8000円から使ってきますからね。え、そうです。で最終的に余った金額が最終的に余った金額はミッキーみたいになってる。最後、皆さん買い放題で使います。よっしゃ、レッツゴー。ちゃんとみんな入るようになってます。絆を深めるよ、今日一日で。レッツゴー、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 レッツゴー。先にさあこさん、キャストさんにさあパンツへのさシールもらいたい。あ、そうだ。あ、じゃあちょっとここでプレゼントがあります。アコアコさんにディズニーからプレゼント。ディズニーホテルからプレゼント。ちょっと中身にシール入ってるんで、これアコちゃん。メッセージカードとバースデーシールが入っております。すごい、すごい、すごい。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルド、デイズ、フルート、やばっ。どこのは誕生日じゃないでしょ。誕生日じゃない。テンション上がってます。はい、自撮り棒ロコさんしか入ってませんよ。入れ早く。できました。あ、かわいい。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。パーぐらいですね。あんた今日立ち方おかしいよ。まあ、ね、これなんでこんな重いの。あれ、そうだ、今日パパのさ、あ、枕の上に乗ってた。これちょっと待って、あ、おい、持ってきちゃダメでしょ、それ。持ってきたら、これパッキングで募集したやつなんですよ。見たわ、今日パンチ、そう、パンチ。パンチ募集したはずなのに。今日見たわ、パパがね。あこちゃんちゃんと置いてきたもんね、くりちゃん。パンチ持ってきてますよ。何飲む、何飲むんですか。コーラにしようかな。まこさん、ハッピーバースデーでーす。はい、あこちゃんと、まこちゃん、おめでとうございます。もしよかったらこのシールも。あ、そういうのね。
はい、ありがとうございます。いってらっしゃい。右7を買いました。あ、本当だ、シール900円。じゃあ残り7100円ですね。サントメロン、コーラ、ウーロン茶、乾杯もしてくれないんだね。確かに。乾杯。絆レベルが低いよ。いや、みんな子供っぽい、やっぱ飲むの飲んでますね。大人なもの、ね、大人のものです。何それ？オレンジジュースでしょ。キリンです。キリン、オレンジジュース飲んでる。キリンです。一番子供じゃん。キリン。次1出たら欲しいもの3人で1人ずつ。3人で1つか。3。あ、言った。1。不正した瞬間見ました。3です。なんで1好きやん。優しいお姉ちゃん登場。妹たちにバースデーシールをもらいに行く。はい、お優しい姉ちゃん登場だそうです。おお、バースデーシールあるよね。いや、でももらいってください。はい、行きます。さあ、誰に頼むか。いたー。お、行きますか。聞いてみよう。行きます。これスタッフ1とスタッフ2、スタッフ3があるこれ、これやりたい。優しいお姉ちゃんが登場。荷物を次のエリアまで姉ちゃんが持って、はい、優しい姉ちゃん登場。誕生日カード書いてもらいたいんでしょうけど、はい、2枚書いてほしくて、はい、1枚目が誕生日の日付とか入れます。7月26あこ、あこさん、お待たせしました。あげてください。ありがとうございます。あ、なんか遅いですね、優しい姉ちゃん。なんか買ってんじゃないの。え、なんか買ってんじゃないの。すぐあの人不正するから。え、すいません。ちょっと写真撮ってあげようか。まさかのリアルお友達に会いました。リアルお友達、中学生になってからのお友達。すごいね、無事にゲットできました。できました。お兄さんに書いてもらいました。今、どうぞ。はい、あ、なんか遅くなかったっすか。全然。え、全然遅くない。何してきた。あれそうそう、並んでました。このもう一組前にいて、並んでた。本当嘘な顔して。え、リトルグリーンメンマン食べてきたとかじゃないの。全然違う。あと、あの、お友達に会ってきました。あ、リアル友達に会ってきました。やってたぞ。違う、あの、会おうって言って普通に遭遇したんですね。本当か。 LINE やり取りしてたんじゃないのか。違う。行きます。はい、コロ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 。2はやめてよ。3、これ射的。射的か、ジャングルカーニバル。射的お願い。ジャングルカーニバルって何。ジャングルカーニバルやろ。転がすやつ。あ、じゃあやだ。あの射的、どっちがいい、どっちがいい。射的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 します。最高。ジャングルチャーニバル。ジャングルチャーニバルでも。じゃあ、次の方行きますよ。もうすでにみんなバラバラなんです。はい、バラバラですよ。これバラバラ生活じゃないですからね。今、何パーセントぐらいになりました。 5% ぐらいじゃないですか。下がってる。ほら、腕組んじゃって。あら、仲いい。仲いい。見て、シンデレラ城。なんかもらえるんじゃないの。これなんかもらえるの。それ見せればいいんだよ。やりました。ゲットで
きの結果どうでしたか。はい、0 0 0 0 0 2。あ、3回やったの。あこさんは3、2、1。はい、なんで3回やったの。残金が5500円です。今射的で1600円使ったので、あとドリンクとですね、で5500円です。次ミッション行きたいと思います。めっちゃ怒ってんだけど。めっちゃ怒ってんだけど。おかしくないだって。いいお姉ちゃん、いいお姉ちゃんだから、ご褒美のためにお金を使わないようにしようって言って、2回ねって言ったのね。じゃあミッションここで発表したいと思います。今から10分以内に3人でお揃いのものを1つずつ買ってください。3つ10分以内に揃って買えたら3000円のボーナスです。お揃いで食べ物でもいいの。食べ物でもいいです。じゃあ食べ物3つさ、ご飯食べようよ。あそこチキンにするか。チキンにしよう。あお、だからちゃんと3人で揃えないといけない。ディレクター生ビール販売しております。ハッピーバースデーおめでとうください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ジャンキーレッグ3本で2400円です。ありがとうございます。行きましょう。どうですか。こんな感じ。どうですか、お味の方は。まだ食べてないんだけど。いただきます。いただきます。どうですか、お味の方は。待ってくれる。見て。チューインガムずっと。オッケー。じゃあ、あこちゃんは。めっちゃ綺麗に食べてる、あの人は。ね。すごいじゃん。すごい。ね、すごかったよね。よし。はい、これで射的1回分です。昼ご飯ゾーンです。ということで、今から皆さんに対抗戦を回してもらいたいと思います。いいよ。2が出たら、ルーレットで出た数字の数の飲食を変えます。3人同じものを食べないで。4が出た場合は、3人で4000円以内の食事にしたい。5、好きな食べ物を2品まで買えます。ただし、一番金額が高いものを買った人は他の2人に一口ずつあげてください。じゃあ、来てください。どれが一番いいってことは、3人同じものを食べないといけないがいい。うん、それはそしたら、何でも好きなもの食べられるから。どういうことですか。あ、お金脅して。あ、そういうことです。強要するってことですね。3人同じものを食べないといけない。みんなでカレー食べられる。みんなが同じ食べたいものですからね。でもカレーだったら何でもいいよね。飲み物も同じですか。ね、また変な人がいる。飲み物も同じです。うどん食べたいとか言ってる人がいる。うどん食べたいとか言ってる人がいる。誰ですか、うどん食べたいとか。まこさんだけ家の近くに帰って花丸うどん食べますか。飲み物も同じです。あこさんうどん食べたいとか言ってる。あこさんうどん食べたいとか言ってる。あこさんうどん食べたいとか。飲み物も一緒です。じゃあウーロン茶にしようね、飲み物も。やだ。じゃあさ、ミルク？ミルク？紙パックの牛乳にしよう。やだ。チキンカレーはチキンカレー。いいね。チキンカレーにしよう。取った、取った。いいね、いいね。いいよ、チキンカレー。いいね。チキンカレーでいい。チキンカレー普通選ぶよ。それは。うどんないじゃん。説得しますよ。言ってないよね。でも一応確認しちゃってる。今日の主役はどっか。あ、そうだ、そうだ。あ、確かに。誰でしたっけ、今日の主役。いいよ、好きなもの食べな、何がいい。おー、優しいお姉ちゃん。優しいのかな、リアルなの。チキンカレー3つのウーロン茶みたいな。おー、結局ロコちゃんの思い通りになった。ありがとう、ありがとう。お姉ちゃんも。ウーロン茶飲むんだって。じゃあこれがチキンカレーとウーロン茶セット。せーの、はい、いただきます。あー、仲良くて嬉しいな。嬉しいですね。嬉しい。かわいい。ミッキーですよ。かわいい。どっちやんと。かわいい。ね、これどっちやんだろうね。美味しいですか。美味しい。はい、ロコさんが食べ終わりました。じゃあここでですね、実はミッション2としてディズニークイズがあるんです。何回でも回答できます。正解数によってボーナスが増える。正解数かける
だからマックス5000円もらえます。結構金ないですね。では行きます。シンデレラ城の屋根の先端は何色でしょう。ピンポンピンポン。早い。2020年にオープンした美女と野獣エリア、ここでの挨拶は。おはよう。ごきげんよう。頑張ってる。おお、すげえ。ごきげんようって言った。誰かおはようって言ってませんね。大丈夫。ディズニーシーにこれからできる新エリアは。ダメでダメで決めちゃう。すごいじゃん。すごいね。で、1000人目がいるっていうあれがある。あ、設定なんだね、そういうね。ダッフィーの仲間は5匹います。チェリーメイ、ジェラトーニ、クッキーアン、オルメル、残り1匹のステラル。ステラル早いな。オルメルって言ったじゃん。すごいね。およそいくら。5万。早めに答えた方がいいよ。5万、10万、50万、30万、4、3、2、1。カン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 。へえ。スワロフスキーで作られたシンデレラ城。へえ、すげえ。ナイティがディズニーランドで一番苦手な乗り物は。サンダー。ブブ。相手2万マイル。正解。すごくね。ディズニーランドの中で瞬間最高速度の一番速いアトラクションは何でしょう。スターツアーズ。サンダー。スペースマウンテン。スペースマウンテン。スペースマウンテン。おお。残り2問です。イッツアスモールワールド。大阪のカラクリ時計の中から出てくる人形の数は何体でしょう。4、あと10秒ですよ。24です。むちゃくちゃやな。これは1日24時間だから。なるほど。ラスト問題。ということで皆さん4500円分ゲットです。素晴らしい。では今皆さんのお金が7000円ということで。元に戻りそうですね。ですね。何言ってんの。仲良く。仲良い。どうですか、お昼ご飯食べて。絆の方は大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫。100%、120%。本当ですか。200%、200%。全然うまいっすよ。これ映ってる？はい、次誰だ？コナーとアコでしょ。え？あれ、喧嘩してる？あれ？絆が深まったんじゃん。あれ？やります。次が写真ゾーンですね。1。あ、これ知ってる。場所を見つけて写真を撮ってください。着いた。でもまた写真ゾーンですけど。韓国。はい、牢屋牢屋。これです。はい、失礼しました。はい、 OK です。ミッション3です。隠れミッキーを探せ。トゥーンタウンからトモローランドに行くまでの間、3人で協力して隠れミッキーを探してください。隠れミッキーを探せた個数でボーナスゲットです。探せた個数 ×1000 円。1個見つけたら1000円。隠れミッキー。
これ隠れてるんですか。あ、いいんじゃないですか。どれですか。ミッキーでしか見つけていいんじゃないですか。いいと思います。じゃあ2個目。おーすごい。1、2、すごい。全部で3個です。これ3個。どれ。じゃあ1万円ね、はい、支給します。すごい。今1万7千円です。でもまだこの後使うやつとかサイコロを回していきますか。リトルグリーンマを買って3人で仲良く食べる。イエーイ。よし行こう。行こう。これ3つ味違うんでしょ。あ、そうなんだ。これどこの、どれが誰ので、どれが誰の。いただきます。はい。リゴ何味ですか。ラストミッションですね。この後ですね、ワールドバザールの方に歩いていただいて、今から英語を見つけてですね、英語の読みが合ってたら500円。1個、スターズアーツ。はい、1個でいいです。よい。で、モンスターズインク。モンスターズインク当てます。で、2。ねえねえ、モンスターズインクの下パナソニック。モンスターも書いてある。もうボックスの前はなんて読みますか。マイボックス。マイボックス。正解はメールボックスです。え、何ごめんね。メールボックスです。クイズ。あ、ありでしょう。終了。お、最後3と押し合いゲームして勝ったら1000円支給。よーい、スタート。強い強い。これ何の動画ですか。これ何の動画ですか。何の動画ですか。はい、じゃあ1000円支給。わかりました。では最終的な3人で協力した結果、出た金額を発表していきたいと思います。いきます。21,140円です。はい、すごくないですか。ということで、これを3人で分け合って最後使います。7,046円ぐらい。今から。ただちょっと一ついいでしょうか。はい、絆の度合いはいかがでしょうか。最後ね、あれあれあれ、仲いい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 、深まったね。はい、じゃあ深まったということにしておいてください。はい、お願いします。はい、2回数。
Thank you.